こんにちは、ブルーホースです。ホイツボバイオハザード6をやりながら人生相談ね、乗っていきたいと思います。まあちょっとね、ムービーが一旦ダブってますけれども、まあ、そこら辺は気にせずにね、早速ね、1個目の相談乗っていこうと思います。はい、では1つ目の質問ですね。頭が良くなるには何を勉強したらいいでしょうか、ということでありがとうございます。のっけから辛口ですごい申し訳ないですけど、質問が賢くないなって思っちゃいますね。なんだろうな、まあ、勉強するにしても何を勉強するにしても結局、ね、何をゴールにするかなんですよね。例えば大学受験を合格するために賢くなりたいのか、それとも高校受験で賢くなるために勉強したいのかとか、それからまあ社会で生き抜くために賢いなりたいのかっていうので、いろいろとこう目的があるかと思うんですけど、個人的に大事になってくるなって思うのはやっぱり国語と数学っていうところですね。だって英語とかって使うところがなかったら、意味がないというか、まあ、無駄になっちゃうと思いますん でその一方でやっぱり数学とかってだったら、どんなね、仕事をするにしてもある程度ね、その時間の計算とか、それからまあマーケティングとか営業とか総務とかね、経理とかになるにしろ、いろんなねこう勉強が必要になってくるので、そういう意味で考えると、まあ、まず間違いなく数学はやっていた方がですね。だってやっぱりコミュニケーションを取るにおいて、いろんなボキャブラリーとかっていうのが大事になってくるので、まず間違いなく国語っていうのも大事になってくるんじゃないかなと思いますから、そういうその語教科とかっていうものになってくると、勉強という意味では、まあ、数学と国語っていうところをやっといた方がいいかなと思いますね。だってあとは社会とか理科とか英語とかっていうのはもう趣味の世界になってくると思いますので、まあ、必要だったらやった方がいいんじゃないくらいに思ったらいいんじゃないかなと思いますね。物理とかもしかしたら理科の中でやっていた方がいいのかもしれないですけども、僕はね、ゴリゴリの文系で社会と数学が好きだったっていう人間だったんでね、で途中でまあ数学飽きちゃってやめて、今思えば続けとけばよかったかなと思ったんですけど、そこら辺がね後悔したんですよ。なぜかっていうと、大学で全く数学に触れなくなっちゃったんで、マーケティングとかそういった指標の分析とかをするときとか、財務諸表とか読むときに、やっぱ数学の知識っていうのが長らく離れてしまってると読めなくなっちゃったりとかっていうのが結構あったりしたんで、意味ではあった方が良かったなっていう風な後悔はありますんで、数学はねぜひ勉強しておくといいかなと思います。であとはその勉強ってね、まあ、どういう範囲でやりたいかっていうところなんですけど、まあ、興味があるのか、なんか自分の人生に役立つとかっていうものじゃなくて、興味があるからこういうことやりたいとか、こんな知識あったらなんか人生豊かになるなみたいなくらいだったらいいと思うんですよね。だから別にそれがなんとか学っていう、その経済学だろうが経学だろうが工学だろうが文学だろうが何だっていいと思うんですけど、自分の知識欲っていうのが満たされるような勉強っていうのをした方がいいと思いますね。まあ、頭が良くなるっていう意味とはまたちょっと外れてくるかもしれないですけど、そういう勉強の仕方をしていくのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで2つ目の、質問にで自己分析をしているとよく本来の自分を見つけようということを目にします。本来の自分って具体的にどんな自分のことを言うのでしょうか。難しいですね。なんか本来の自分を見つけようっていうのはなんかよくある自己啓発の言葉ですよね。じゃあ本来の自分って一体何なのっていうと、どの自分もどの自分なんですよ。例えば自分が苦手な人と付き合っているときに出てしまうおどおどしている自分も自分だし、で、それから、ね、なんかちょっと調子乗れるような相手、普段から一緒にいるような友達とか、まあ可愛がっている後輩の前とかだったら自分の本調子が出せたりとか、まあ饒舌になったりとかってあると思うんですよ。だから本来の自分を見つけるっていうのは具体的にどういうことかっていうと、その 2パターンあるかなと思いますね。一つはそのいろんなコミュニケーションを取る相手によって、すげえ気持ち悪くなってたよって言ったんですが、一つはコミュニケーションを取る相手によってどういう自分のパーソナリティが出てくるのかっていうのをきちんと把握している状態っていうところ、どこが大事になってくるかなと思いますね。さっき言ったように
自分が苦手な人だったらおどおどしてしまっているとか、自分が気の知れている相手だったら、仲良くというか、まあ、普通に会話ができるとかね、まあ、そんな感じっていうところですね。でそれからもう一つは、自分が普段その生活をしていて心地のいい感覚、例えばそうですね、なんか僕なんかはこうやってゲームをしながら遊ぶっていうのが、ゲームしながらこうやって、ね、人生相談乗ったりとかっていうのがもうすごく楽しいんですけど、何をやってる時に自分らしさが出てる、自分らしさっていうのはその違和感なくストレスなく心地よくいられるかっていうところなんですよ。結局ね、ストレスあって気持ち悪いなとか、なんかしんどいなとかって思っているような状態が続くっていう、それは本来じゃなくて演じてる自分とかストレスを感じてる自分っていう風になっちゃうんで、気持ちよく過ごすことができているような状態っていうのがきちんとね保っててるかどうかっていうところが一つキーポイントになってくるんじゃないかなっていう風に思いますね。だからそういう意味ではこんな状態の自分が長く続けばいいのになっていうのは一体どういう状態ですかっていうことを踏まえた上で、本来の自分はこういう自分なんだっていう風な状態をやってたりと思いますね。まああとはね、なんだろうな、Ada, stop! 本来の自分ね、Sorry. まあ見つけ方っていうところでいくと、今みたいなその誰と接しているかとか、どういう自分の心持ちの状態がいいかとかっていうのをうえ煙っていうのが大事になってくるので、そういうところを重要視してほしいので、あとね、なんかよくその自分を見つけるためになんかなんだっけ、海外旅行にインドに行くみたいな、ああいうのっていうのは効果がある人ない人がいると思いますので、コミュニケーションを取るときにおける自分の出方っていうのを見た方が確実で客観視的にいいかなというふうに思いますね。はい、そんなところかな。インドに行ったところでね、なんか瞑想したら本来の自分が見つかるっていうのは、人によってはただ単に旅行を楽しんだだけとかっていうと終わっちゃうケースとかもあったりしますんで、まあ、そういう意味では良し悪しかなと思いますね。おい、ということで、バイオハザード6史上一番かっこいいムービーシーンに入ったんで、次の質問に行きたいと思います黙って見せろっていう人もいるかもしれないですけどね、まあまあそれはいいとして、ちょっとコーヒーだけ飲んでください。では続いてですね、はい、続いての質問は、ちょっと待って、格闘シーンだけはやっぱ見ようか、クリスお得意のね、相撲とね、レオンお得意のね、なんだろうな、これカポエラ、カポエラしてないか、なんだろうな、これほんとかっこいいよね、このシーンね。クリス、あ、どうもクリスです。レオン、あ、リオンです。What are you doing here? ということで格闘シーンが終わったんで次行きましょうか。はい、将来お金持ちになりたいとか自由になりたいとかって思っていますが、漠然としていてどうやったらそうなれるのかが分かりません。まず何から手をつけたらいいでしょうかということで、大事なのは行動することなんですけど、それよりも先に自分がどういう状態がお金持ちと言えるのかとか、だから自分がどういう状態が自由なのかっていうことをまず定義した方がいいですね。それを手に入れるためにどういう行動を取っていくかっていう、まあ、逆算をしていくのが重要になってくるんじゃないかなですね。例えばその将来お金持ちになりたいですってなって、じゃあいくら手元にあったらあなたは裕福さを感じれますか、豊かな生活を送れますかなんですよ。それが人によっては1000万だったり1億だったりとか、それ以上ってなってくるわけですし、で自由ってどれくらいってなったら、じゃあ125日通常その、ね、一般の大手企業とか勤めて125日240日働いて125日は休むみたいなね、いうような、まあ、3分の1休むみたいな、いうような生活を過ごすわけですよ、サラリーマンだとしたら。っていうのが自由なのかっていうと、そうじゃなくて経営者の方々なんかはどう考えても、まあ、多くの経営者ね、年間で3桁も休みがないわけですよ。でも自分の好きなことを仕事にやってるから自由を感じているわけですね、仕事をしている一方で。しかしどういう状態が自由なのか、休みが多いことが自由なのか、自分がやりたいことをやれている時間、それかたとえ仕事だったとしても自由だっていうふうに感じるのかっていう、そういうどういうことがお金持ちなのか、いくらあったらいいのか、でどういう状態が自由なのかっていうのをちょっと定義した方がいいですね。その上でじゃお金を稼ぐためにこういうことをしてみようとか、自由を手に入れるためにこういう行動を起こしてみようみたいな風なのが見えてくると思うんですよね。だそれが見えない限りにはなかなかね、お金持ちになるためにお金稼ぐぞってなっても、なんかいくら稼いでもお金持ちっていうのは心は満たさないしっていう状態になっちゃいますし、それから自由で結局何って、お休みいっぱい手に入
るような仕事についてみたけど、なんか結局何もすることもないし、ぼーっとしてて無駄な時間になっちゃったなみたいなことになっちゃったりとかするので、どういう状態が自由なのかっていうのもきちんとね、把握しておいた方がいいと思いますね。だ僕個人的な自由はじゃあ一体何かっていうと、誰かに命令をされるっていうのがとにかく大嫌いなんですよ。一方で人によっては人から指示を与えられることで自分で考えるのとかしんどいから、クリス、自分で考えるのはしんどいから、人にいろいろと指示を与えてもらったりとか、やることなすことっていうのを手取り足取りをこう与えてもらうから動けるっていうタイプの人もいるので、それがまあある種その自由だっていうふうに考えるという人もいると思うんですよね。でも僕はその人から命令されると、なんやねんこいつ偉そうに仕上がってっていうふうに思っちゃうタイプだったりしますんで、そういう意味では自分で何でもかんでも意思決定ができるっていう環境が、その休みがあるかないかとかっていうのは別にして、別に仕事は嫌いじゃないですけど、仕事は嫌いだけど、別に向いてるか向いてないかって言ったら向いてるからやっちゃうんですけど、っていうところなんで、だからそういう意味では自由の定義っていうのは、自由の定義の方が難しいかな。お金持ちなんてね、もう例えば3億円稼いだらもうね、リタイアできるわけですから、 なんでかっていうと、通常のそのサラリーマンの平均に賃金っていうのが、ね、2億5000万から3億、まあ多い人で3億とかって言われてるわけなんで、それだけ稼げれば OK っていう話になってくるじゃないですか。まあ年収5、600万の生活を毎年過ごすっていうのであればね、それ以上の生活するってなったら3億じゃ足らなくなるので、もっと稼ぎましょうっていうふうになりますけど、なんかだんだん佳境を迎えていってますね。スムーズっていうところなんで、僕はそうだな、まあ前も話したかもしれないですけど、100歳まで生きるってなった時にいくらお金が必要なのかっていうのを考えると、今の生活を続けていくってなったら、まあ、大体 100万で過ごせる人間がいたら見てみたい、2億9000万あればいいと。でそれは僕一人の稼ぎじゃなくて、嫁さんと子供が仮に2人できたとしても2億9000万という額が出たって、1人だって2億5000万、嫁さんで2億5000万って稼いだとしたら、もう2人で5億ですよね。まあ、嫁さん産休育休とかあったとしたら、まあ2億だったとして4億5000万とか、1億6000万のお金がなんか余分に生まれるわけですよ。ってなれば、で、その1億6000万かなのお金は余暇とかね、いつかっていうわけですよ。その2億9000万っていうのは、なんか生活費だけじゃなくて税金とかも全て含めた上での2億9000万なんでね、まあ、ここから税率が上がってたら実は3億1000万必要になりますとかなったら結構大変やばいなと思ったりするんですが、まあ、そんな感じではありますね。だからいくら稼げばあなたは裕福な生活、まあ、いわゆる自由を手に入れれば、ファイヤーとかって流行ってますけど、ファイヤーができるのかね。でファイヤーっていう状況ができれば、別に無理して仕事をしなくてもいいと。だから自分が好きな時に好きなだけ稼げるような仕事に手をつけていけばいいみたいな、ね、とか、あるいはその仕事は嫌なんだけど出世もしたくないから平社員で続けます、だからそのためになんて言うんだろう、出世しない程度の成績を残しつつでも年収は400万円稼げるから、お金持ちになるかっていうと、お金持ちにはなかなかなれないけれども、そのお金さえあれば十分生活はしていけるし幸せも感じられるっていうんだったら、それもある種自由ですよね。だって経営者とか役職者みたいな責任はないわけだから、自分の成績さえなんとかね収めてればいいっていうだけの話になってくるので、そういう意味では非常に自由な働き方とか自由な生き方ができるんじゃないかなと思います。それであとは好きな時にちょっとちょろっと旅行行ってみたりとかっていうようなところがあると思うので、まあ、そういう意味ではまず何から手をつけたらいいですか。行動を起こすためのお金持ちの定義と自由になるための定義をご自身で考えてみてくださいというところですね。はい、ということで、もう間もなくボス戦になっているところではあるんですけれども、まあ、ちょっとね、切りのいいところで終わっていきたいというふうに思いますんで、まあ、このあたりでね、一旦終了とさせていただけたらなというふうに思います。ということで、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。